はい、それでは日本のあけぼのと世界の文明をやっていきたいと思います。えまずは、ね、人類の誕生なんですけれども、えー、僕らはまあ人類なんですけどね、えー、猿が進化したものだと考えられています。えー、猿が、ねえー、このように2、えー、足でね、2、えー、足直立歩行を、ねえー、できるようになった、えー、これ、エンジンといいます、ね。まずエンジンから始まったんですね。えー 今から700万年前から600万年前頃にアフリカに出現。うん。から人類の祖先はアフリカから誕生したと言われております。ね。えー、まあ、気候の変動が原因でね、森から、森に、とお猿さ,さんって森に来てるんですけど、そっからね、えー、もう木が生えてない草原にね、出てね、えー、生活するようになったで。道具を使うようになった。っていうことですね。うん。 で、そっから、まあ、ケムクジャラの猿ですからね、言ったらね、あざら歩くだけでね、毛が薄くなった、で、ちょ,っとちょうど僕ら人間の前ね、えー、原人というのが、えー、発見されてます。うん、化石で発見されてるわけね。えー、これを原人と言います。うん。で、えー、これがどこでいろいろ発掘されてるかと,いと、東南アジアですね。うん、今から、150万年から、 えー、100万年前にね、えー、ジャワ原人、うん。東南アジアでジャワ原人が発見されて、さらに中国では、えー、約5 0万年前に北京原人ね、えー、東南アジアのジャワ原人と中国の北京原人を覚えておいてください。で、この頃になるとね、えー、もう火も使ってます。しかも惰性石器使ってます。はい。 打性石器大事ですよ。打性石器っていうのは、まあ、石をね、こう、バンと打ち,打ち書いて作ったね、石をガチャンってやったらね、えー、手で持てるような石作れますよね。それを武器にして、えー、獲物を取ってたんですね。えー、で、火も使い始めることができました。火を使って焼いたりね、煮たりすることができた。で、言葉もね、えー、使っていました。まあ、字はなかったけれども、 言葉でね、えー、まあ簡単な会話をしていたということですね。これは伝人です。はい。そして、えー、新人ですね。ホモ・サピエンスです。僕らですね。そこから進化して新人、まあ。ホモ・サピエンスとも言います。今から20万年、10万年前、えー、ちょっと氷河期ですね。氷河時代。覚えてるね。氷河時代に新人が発見、えー、出たと言われています。 で、これがアフリカに出現して、世界に広がっていった。まあ、僕らの本当の祖先ですね。うん。まあ、すごく優秀だったんでね。生き残っていったんですね。で、国世界に広がっていったということですね。これが人類直接の祖先です。この新人がね。うん。はい、いいでしょうか。エンジン、原人、新人とも進化していったということですね。で、アフリカで、えー、誕生した新人がね、 世界に広まっていったということになってきます。はい。そして、えぇ、ー、打声石器を使ってね、えー、狩猟や採集をして暮らした時代のことを旧石器時代って言います。まあ、漢字で書いてある通り、旧石器を使った時代ってことなんで、この打製石器のことが旧石器っていう意味になります。まぁ、あ、打製石器使ってた時代は旧石器時代ですね。うん。はい。では、日本の方に目を向けていきましょう。はい。で日本にもこの旧石器時代があったのかっていうと、まあ、これあっ たんですよねはい氷河時代ね、今、氷河期の頃は、実はさ地球って寒いとね、海水面がね、い下がるんですよ。逆に暑くなると海水面上昇するんですけれども、昔めちゃくちゃ寒かったんで、実は日本とね、大陸、ユーラシア大陸って陸続きだったんですね。うん、だから、日本海がなかったんです、昔はね。 だから、まあナウマンゾウとか、書いてるかなナウマンゾウとかね、マンモスなどを追って、新人が、この新人がね、日本列島に移り住んだんですよ。うん。オッケー。で、惰性石器を使って狩猟をし再受注してたんですね。うん。なので、えー、約一万千年前に氷河期が、氷河時代が終わって、温暖化による 海面が上だから日本が島になるまではね、えー、まあ旧石器時代といってねまあ旧石器使って生きていましたっていうのが分かってます。でね当然遺跡が発見されているからあったと言われてるんですね。でまあ日本のこの旧石器時代があったっていう証明されてるのはこれ覚えておいてね群馬県にある岩宿遺跡です。 いいここでね、打水石器が発見されてるんですね。打水石器使ってたってことは、まあ、旧石器時代、日本にもあったってことですね。うん、いいかな。はい。で、そこから、えー、氷河期が終わってね、えー、海水面上がって、日本、島になっちゃったんで、日本独自の文化がね、育っていくんです。で、ここからみんな知ってる縄文時代なんですよ。うん ね。だから日本が島になってから、今からだいたい1万5000年前です。うん。こう土器がね、作られ始めたんですよ。で、それら多くの表面に縄目の模様、模様がね、付けられたために縄文土器と呼ばれます。縄文土器っていうのは、まあ、縄目の模様が付けられているからですね。まあ、見たことあると思います。こんなんですね。これが縄文土器です。 名前の模様がついているから縄文時っていうのね。で、魔、え、性、ー、石器を使ってました。魔性石器っていうのは、えー、打性石器をさらにこう削ってね、えー、磨いてね、磨いて、もっと鋭くしたやつですね。うん、で、紀元前4世紀なんで、えー、っと今から2400年前ぐらい前ね、までは縄文時代です。 えー、ずっとこう狩りとね、えー、狩りとか採集で暮ら,し暮らしたんですね、うん。だからまだ米作りしてないところまでが縄文時代。まあ、その頃の文化を縄文文化って言います。年月とすごい長いんですよね。えー、1万5000年前から大体紀元前4世紀だから、まあ、1万年ぐらい続いてますよね。普通にね。うん、はい。で、えー、どんな生活しとったかっていうと、まあ イノシシとか鹿とか飼ったり魚た、魚取って食べたりね。あと木の実とか食べて生きてたわけです。はい。で、えー、まあ、米作りとか全く、まだ発見でき、そ、そ、しから知らなかったからね。白洲採集の生活が中心。で、家がね、結構出てきますね。縦穴住居ですね。出ましたよね。結構出ますよね。縦穴住居知ってるかなこう、地面、こう、ちょっとだけね、穴を掘ってですね、そこにこう、 テントみたいに屋根かけてね、屋根かけて、ここで暮らすんですよね。こういう、もと一大きか、これぐらいかな。立ったらこれぐらいと思いますね。まあ、こう、ちょっと穴掘って、屋根かけて、暮らしてたってう、これ縦穴住居で暮らしてたんですね。うん、適当な絵で申し訳ないけど。はい。で、またこれも知っていると思いますけど、食べ物のね、えー、貝の貝殻とかね、骨とかは、えー、捨ててたんですよね。それを貝塚って言います。 うんまあ、当時の人は何食べてたかとかわかりますよね。はい。で、えー、縄文時代のね、遺跡はどこで発見されているかっていうと、青森県です。これめっちゃ出ます。青森県に三内丸山遺跡っていうのがあって、ここでね、えー、縄文時代のね、えー、集落です、人が住んでた巨大な跡があるんです。約5000年前の縄文時代の遺跡ですね。 うんまあ、大型の竪穴住居などが発見されていて、本当、縄文時代を、ねえー、調べようと思った青森県が一番って感じですね。うん、なので、まあえー、旧石器時代は群馬の岩塾遺跡ね、旧石器使って生きてたと。そして、ひょ氷河期時代が終わって、えー、島国になってからの縄文時代の、ねえー、生活を知るには、この青森県の三田村の遺跡が一番いいよと。うん 今も発掘調査とかやってると思いますよ。はい。で、えー、土偶ね、うん。土偶っていうね、こういうのがたくさん発見されてます。これ人形ね。うん、まあ。縄文時代の遺跡から見つかる人形の人形ですね、まあ。自然の恵みなどを祈って作られたと考えられています。まあ、いろんな、ね、土偶の形ありますけど、この形が一つ有名ですかね。うん。はい。で、 食料を蓄える技術、干物などの保存食や木の実から酒を作る技術なんかもありました。まあ、いろんなね、たもの食べてたりしてたっていうね、結構豊かな時代だった。まあ、農耕はしないけどね、米作りとかはしてないけれども、まあ、非常に豊かな生活、をして1万年も続いたってやつですね。はい、以上になります。